中国地方銀行を一大金融機関に統合へ、高まる金融リスクに対応。中国は金融ストレスの兆候が強まる中、数千もの地方銀行を地域の一大金融機関に統合することで、銀行業界最大の再編に乗り出す。政策担当者は6兆7000億ドル、約990兆円規模の地方銀行セクターのリスクに取り組むことを今年の最優先課題の一つに挙げた。これは中国全土に新たな再編の波が押し寄せていることを意味する。2022年以降、少なくとも7つの省で農村協同組合と農村商業銀行の合併が行われている。中国の銀行業界はここ数年、不動産市場の深刻な低迷や全体的な経済の弱さといった多くの問題で圧迫されている。農村協同組合システムに加盟する2100校の不良債権比率は22年末時点で 3.48% と業界全体の2倍超となった。シンクタンク上海新金融研究院の劉彩春副委員長は、農村協同組合は中小金融機関の中で最もリスクが集中している部門であるため、中国は改革を急ピッチで推し進めている。そうしたリスクを解消するための主要な手段の一つは合併や再編だと指摘した。地方銀行の統合は経営体力をつけるため、日本でもバブル崩壊後に盛んに実施されましたね。中国もこれを見習ってやりたいのでしょうが、どっこいそうはうまくいきませんよ。自由主義、法治国家でのみうまくいく手法なので、中国のように利権国家で上に政策、下に対策の国では、それぞれの地方銀行に無数の利権が群がっているので、そう簡単に統合なんてされたら、利権を奪われる有力者は反乱を起こすでしょうね。それに、しこたま持っている不良債権の処理ほったらかしなら、ただ一緒になっただけですよね。進むも引くも、地獄の地銀なんでしょう。中国恒大の債権者、長い手続き経て、資金回収率わずかの恐れ。S&P グローバルレーティングは、中国不動産開発大手、中国恒大集団に対して、香港の高等法院が、清算命令を出した問題で、ドル建て債を保有するオフショア債権者は、裁判所主導の複雑で長い清算手続きを経て、わずかな資金しか回収できない見込みだと分析した。31日付のリポートで、中国の不動産開発業によるオフショア債のデフォルトで裁判所を介した資金回収率は、平均約 2.8% だと指摘。不動産開発業者が中国本土で発行したオフショア債の回収率は 8.3% だという。S&P の中国企業専門家、チャン・リー氏は、オフショア債の保有者は、清算手続きを経て、額面1ドルあたり数セントしか回収できないと予想した。S&P によると、恒大は中国本土外に拠点を置く持ち株会社のため、本土の子会社が清算された場合は、本土の債権者の返済順位が恒大よりも高くなる見通し。このため、恒大は配当や株主融資の返済など、本土子会社のキャッシュフローを使う形か、子会社の株式売却でしか資金回収ができないとした。恒大は債務超過に陥っているため、これが問題点だと指摘した。中国恒大集団に、香港高裁が清算命令。写真とデータで見る、その事業と負債の大きさ。深圳を拠点とする中国最大級の不動産デベロッパーである恒大集団は3000億ドルの負債を抱えている。これは現在、世界のどの企業よりも大きな負債だ。もし恒大集団がデフォルトに陥れば、その破綻は中国経済に衝撃を与えると、アナリストは懸念している。香港の裁判所は2024年1月29日、かつて売上高で中国第2位の不
不動産デベロッパーだった恒大集団に対し清算を命じた。同社は数百の銀行や金融会社からの3000億ドル、約44兆2000億円の融資を受けていたが、2021年9月にそれが返済できなくなったことを明らかにしていた。今回の清算命令は同社にとって2年にわたる危機の終結を意味する。アナリストたちは経営難に陥ったこの巨大不動産会社の破綻がすでに失速している中国経済全体に衝撃を与え、外資系企業さえも不安定にさせる可能性があると長い間懸念していた。当時の専門家はこれを中国のリーマンショックと呼んだ。中国の不動産業者として一時代を築いた恒大集団の規模を理解するために統計情報や比較資料をまとめた。1、恒大集団は中国で1300以上の不動産プロジェクトを手掛けている。公式サイトによると、恒大集団は中国全土で1300以上のプロジェクトを手掛けている。その多くは上の写真のように大規模な集合住宅だ。2、恒大集団は3000億ドルの負債を抱えており、これは世界のどの企業よりも多い。恒大集団が債務不履行に陥った2021年には3000億ドルの負債があると見積もられていた。これはベトナム1440億ドル、フィリピン1180億ドル、カンボジア224億ドル、ラオス102億ドルの負債をすべて合わせた額よりも大きい。同社は当初230億ドルの債務返済計画によって破綻を食い止めようとしたが、2023年9月に創業者のホイ・カヤンが逮捕されたことで、それができなくなった。現在同社が清算すべき資産は2400億ドルに上ると見られているが、民間及び政府部門に多くの債権者がいるため、どのようなプロセスで清算が行われるのかは明らかになっていない。3. 少なくとも1200万人の住宅所有権が恒大集団が建設した物件に住んでいた。公式サイトによると恒大集団は中国全土の280都市でプロジェクトを展開し1200万人以上に住宅を提供してきたという。つまりギリシャ人口1040万人、ポルトガル1010万人、キューバ1130万人、スウェーデン1010万人などの全国民よりも多くの人々が恒大集団の物件に住んでいたことになる。4. 恒大集団はマンハッタンの面積の倍以上の土地を管理している。2021年2月の発表によると、恒大集団は面積約680平方キロメートルの土地で契約を結んでおり、そのうち130平方キロメートルを開発している。これに対し、マンハッタンの総面積は約60平方キロメートルだ。5. 恒大集団は間接的に380万人の雇用に貢献した。恒大集団の従業員数は約20万人だが、間接的に年間380万人の雇用を創出したという。これは、ロサンゼルス市、2022年時点で人口382万人、あるいはコネチカット州人口360万人の全人口に相当する。6. 恒大集団の負債額は中国の GDP の 1.6% に相当する。中国の国内総生産 GDP 17兆9000億ドル、約2640兆円の 1.6% に相当する恒大集団の負債3000億ドルは以下のどの国の GDP よりも大きい。フィンランド2822億ドル、ニュージーランド2481億ドル、カタール2363億ドル、ハンガリー1773億ドル。恒大集団は2年前に住宅所有者から激しく非難され信用を失った。同社の破綻は恒大集団から建設前の
マンションを購入した人々にとって、より深刻な問題となっている。同社は中国の大都市でわずかなプロジェクトを継続していたが、もはや行き詰まっていることは明らかだった。多くの住宅が未完成のまま購入者に引き渡され、その建物の状態に関するソーシャルメディアへの投稿が今でも頻繁に拡散されている。例えば、凹凸のタイルやガラスのない窓、扉のないキャビネットなど、室内の不完全な仕上げを見せる投稿だ。特に話題となった投稿では、エレベーターホールが建設資材で埋め尽くされ、配線が天井から突き出し、エレベーターには階数を表示するディスプレイもないという湖南省の不動産が紹介されていた。中国景況感、4ヶ月連続50下回る。景気低迷改めて鮮明に。中国の製造業の景況感を示す指数が、景気判断の節目となる50を4ヶ月連続で下回りました。中国経済の低迷が改めて鮮明となっています。中国国家統計局は31日、今月の製造業の景況感を示す指数、PMI が 49.2 だったことを発表しました。景気を判断する節目の50を4ヶ月連続で下回っています。去年9月には半年ぶりに50を上回っていましたが、その後は連続して下回っていて、中国経済の低迷が改めて鮮明になっています。中国では不動産市場が低迷し、景気の足かせとなっていますが、香港の裁判所が29日、経営再建中の中国不動産大手、恒大集団に清算命令を出したことを受け、不動産市場にさらなる悪影響が生じることも懸念されています。